国道193号は、香川県高松市から、徳島県天郡海洋町に至る、一般国道である。吉野川市三里瀬戸内海側の香川県高松市に、ある国道11号上、中心町交差点を起点に、南へ、佐野木山脈を越えて、徳島平野西部に位置する徳島県三馬市を経て、四国山地の雲早山を越えて、 太平洋側の海洋町の国道55号交点へ、至る四国東部地域を南北方向に横断する一般国道の路線である。高松市北部の上天神町交差点から道志高南町、岡間では通称空港通りと呼ばれる高松空港へのアクセス道路として機能する。徳島県内の土砂峠と霧越峠の二つの未整備。 未改良区間を残しており、一般国道の中でも、いわゆる国道と呼ばれている区間でもある。土津峠は、分断区間がある未開通国道でもあり、徳島県道253号3 0海南線が、分断区間の代替路となっている。上山町から雲早峠へ向かう道は、日本最長の林道である、鶴木山スーパー林道へのアクセス路としても機能する。 国道195号を交差してから南へ、霧越え峠を越える道筋は、土砂中街道とも呼ばれ、林道区間が国道へと付け替わった道路である。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。長町九福度の橋付近。2004年の台風10号による、山腹崩壊現場。2005年8月撮影高松。 市場天神町交差点付近、高松自動車道との交差点で片側4車線となっている。長町海川、国道の区間ではこのような道路が続いている。高松市の空港通りは4車線の道路として整備は完了していることから、すでに旧国道193号の大部分は香川県道280号高松香川線となっている。ただし、 高松市香川町側10日から同市香川町、安原下までの岩崎橋を経由する区間は国道193号急道のままとなっており、この区間は新旧の国道193号が並行する。空港通りの終わりとなる高松市塩の江地区以南からは阿山山脈を越える山道となる。カーブも多くなるが、徳島県三馬市穴吹町、穴吹までの区間は、 高松市と吉野川中流域を結ぶ幹線道路であり、交通量も多い。三馬市の穴吹橋で吉野川を越えると、その南詰め交差点で国道192号との重複区間となり、吉野川市まで吉野川沿いに通信する。吉野川市の瀬詰め交差点で国道192号分岐から太平洋側の海洋市までの間は、 四国山地を南北に縦断する山道になり、山肌を縫うように橋路が連続する蛇行した道路となる。クララ峠を越え上山町に入り、常分川又で国道438号と、交差した後土須峠に向かうが、その途中の常分大中尾で国道193号指定区間は途切れる。道路はこのまま延長連続する形で続いているが、常分大中尾から、 町境の雲生やす移を越えて、長町、沢谷麻鎌が,が谷の釜が谷階までの区間は、国道百九十三号に指定されておらず、徳島県道二百五十三号三0海南線となっている。この県道区間は京日はアで、積雪等により冬季閉鎖される。釜が谷境から徳島県長町掛番の国道区間は、崖の岩場に張り付くような自動車一台が通れるほどの、 険しい京愛路で、鎌ヶ谷京付近に、すぼりの大釜水道がある。長丁日まで愛の中川に架かる、出会いゆず大橋からは、国道195号との重複区間となる。平谷地区大殿の交差点で195号と、分岐後もしばらくは、車線が確保された道路が続くが、海川地区の集落を過ぎると、国道193号最大の南所、霧越峠区間に入る。 峠を越えた後、海洋町小川西区は原から南は海府側に沿った海藻路となる。大里交差点で国道55号に接続して国道193号は終わる。高松市美馬市脇町間は将来港南脇道路として整備する計画がある。国道区間も阿波海南道路として整備を促進中。国道193号の国道区間は 国道愛好家の間では語呂合わせで、幾その通称で親しまれている。長町出合橋交差点からは、国道195号との重複区間となる。長町、沢谷麻釜が谷の雲早水す移動。国道標識が立っているが周辺区間は、国道指定されていない、徳島県道253号3線海南線であり、国道193号としては分断された区間でも、 ある。徳島県明財郡上山町上分長郡、長町沢谷に一箇所の分断区間があり、大退路として国道百九十三号と変わらない、舗装状態の徳島県道二百五十三号3線海南線で通過することができる。この分断区間の県道二百五十三号が国道百九十三号に付け替えられない理由については不明で、国道愛好家の間でも 謎とされている、トンネル橋梁道の駅、ありがとうございます。